デパンイコールルイコールラックは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、サボア圏のコミューン。デパンイコールルイコールラックラ・ボーシュ駅、自然区分上の地方である、アバンペイ・サボイヤール地方に属すコミューン。エグブレット湖の南岸に位置している。コミューンには、鉄道駅、デパンイコールルイコールラックラ・ボーシュ駅がある。テル、ローヌアルプのリオイコールシャンベリカンを走る路線が、停車する。 エグブレット湖の北側にあるコミューンから約 10km の地点から A43 へアクセス可能である。ラテン語で野生のプラムを意味するスピネスが語源である。1140年にエケレジアで立派いナンバーワン278年にレスピンズ、1308年にプライアータスでレピンズ、14世紀にパラキアでピンズ、1729年にエルエピン。 1732年に、レッピン。最終的にレッピンルラックとなったのは1930年のデクレによってである。アルピタン語では、コンフラン書記法により、コミューンの名は、レッピンとなる。1220年、アパナージュとして、デパン領は、サボイア・ハクトマイス星から、娘のベアトリーチェへ授けられた。その後1260年、ベアトリーチェは、 西洋派根騎士団のレジシェルにあるコマンドリーにレパンを寄進し、コマンドリーはフランス革命まで存続した。参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は当該コミューンの人口統計による者。1999年までイヘス・カジニー。 2006年以降は NSEE、ありがとうございます。